はい、ナマスカラ。はい、このビデオは、TTCB のコースの、第5週目になりますね。はい、第5週目は自動採点についてお話をしたいと思います。最初のこのビデオでは、自動採点とは何か、それについて、ご紹介しますね。そのためにも皆さんも、まず自分で体験してみてほしいと思います。この QR コードをスキャンしてもいいし、この bit.ly/3i ですね。3i0iRR6。これを、リンクを開いてみてください。はい。じゃあ今ちょっと私こちらを開いてみます。はい。そうするとですね、みんなの日本語の第3課に出てくる、例文1ですね。このクイズが出てきます。はい。で、ここの、まあ、ここのところに、ですね。はいはい、自分のメールアドレスを入れますね。まあ、ここは、消すこともできます。もちろんね。で、なんとかは食堂ですって書いてあります。これ、どれ、どれ、ここ、どこ。正解はもちろんここですよね。ここは食堂です。はい。それでじゃあ、サブミットしてみましょう。サブミット。はい。で、ここで、ビュースコアというのがあります。ビュースコアね。はい。で、これを、見てみましょう。つまり点数を見ることができます。そうすると、これ正しいですね。正しいので、10点中の10点、10点中の10点をもらったということが、ここで見ることができます。はい。それでは次にわざと間違ってみましょうか。同じクイズをわざと間違ってみたいと思います。もう一回これを開きますよ。もう一回、この、リンクを開いて、じゃあ同じように、ですね。メアドっていうのまで私も入れてるんですね。じゃあそうですね。どこで入れてみましょう。はい。で、サブミットしてみますね。これはわざと間違って回答してみます。それで、ビュースコア、点数を見てみたいと思います。そうすると、さっきここ私が回答したところにバッテンがありますね。で、コレクトアンサーが、ここというふうに書いてあります。で、ここにね、フィードバックがそうすると出てくるんですね。日本語では、こことか、そこ、あそこっていうのが場所を示す、時に使われますよと。で、どこっていうのは、この疑問文でしか使わないので、ここでは不適切ですっていうふうに書いてありますね。はい。で、点数のところも10分の0というふうに書いてあります。これはもう全部ですね、この Google フォームが自動で、正しいか正しくないかを決めて、この点数も入れてくれるわけですね。はい。判断してくれるわけです。採点を Google がしてくれるというわけですね。はい。で、これが、自動採点の、生徒の目から、学習者の目から見た、この自動採点の形です。はい。はい。で、次のビデオでは、それ、この、この自動採点のGoogle フォームをテンプレートから作ってみる。その方法についてご紹介したいと思います。はい。フィルムレンゲー。